台風14号の影響で県内は明日大雨になる恐れがあります。三里町では被害を防ごうと梨の収穫が急ピッチで進められています。台風14号は今日午後西日本に上陸し、この後東日本を進む見込みです。県内では今日夜から雨が降り始め、明日は1時間に40ミリの激しい雨が降り、大雨になるところがある見込みです。 明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。また、明日予想される最大瞬間、風速は東部では海上陸上ともに2。5メートルです。仙台空港発着の便では、福岡や松山を結ぶ、急便の欠航が決まっています。明日については。 各航空会社のホームページなどで最新の運行状況を確認するよう呼びかけています。JR 東日本は県内の在来線について、明日始発から通常通り運転する予定です。大雨や強風に備え、梨農家では急ピッチで収穫が行われていました。三里町の甘野果樹園では先月下旬から梨の収穫が始まり、 強風で梨がすれたり落下した場合、商品価値がなくなるため、きょうはいつもの倍の600キロの収穫を目指し、急ぎながらも一個一個丁寧にもいでいきました。 大きいやつほど風の影響を受けやすくて落下しやすくなるので今日はえっ、ー、は午後からの販売を中止し,してでもいつもよりも2倍以上取りたいな収穫したいなと思ってます。